鶴ヶ南スマートインターチェンジは、福井県鶴ヶ市長谷にある舞鶴若狭自動車道のスマートインターチェンジである。舞鶴若狭自動車道では初めてとなるスマートインターチェンジで、福井県内では初めてとなる本線直結型のスマートインターチェンジである。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。総事業費は、 約25億円で1日あたりの利用台数は約1000台を見込んで共用を開始したが2018年度の1日あたりの通行台数は235台で福井県内の IC では最も少なく北陸地方のスマート IC でも最も少ない数値となっている ABCDEF 広報鶴が平成29年4月号鶴が市秘書広報課 P8 2021年6月27日閲覧 AB スマートインターチェンジ会通過書国土交通省道路局2021年1月24日閲覧 ABC 平成30年福井県統計年間交通通信福井県地域戦略部政策統計情報化2021年1月10日閲覧 マイズル若さ自動車道鶴ヶ南スマート IC が、開通3月25日。レスポンス、https コロンスラッシュスラッシュレスポンス .jp スラッシュアーティクルスラッシュ2017スラッシュ02スラッシュ01スラッシュ 289745.html2019 年8月25日閲覧。ab、福井鶴ヶ南スマート IC が3月25日に、開通。 朝日新聞デジタル。オリジナルの2019年8月25日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20190825025241/.https: w w w a s a h i c o m articles ask104sy3k10pgjb00 YHTML2021 年6月27日、閲覧。AB、3月25日に、舞鶴若狭自動車道鶴上南スマート IC が開通します。中日本高速道路株式会社金沢支社、鶴ヶ市。2017年1月31日閲覧。ABC、鶴上南スマートインターチェンジ、鶴ヶ市。 2016年8月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年8月25日閲覧。AB、舞鶴若狭自動車道鶴上南スマートインターチェンジ。平成28年度開通予定。福井県。2017年1月5日閲覧。舞鶴若狭道鶴上南スマート IC。着工関係者50人が工事の安全を祈願。鶴ヶ市。 2017年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年2月5日閲覧ありがとうございます。